第2回目の質問、2人目のご相談者。あれ、なんか考えてません？これいいかな、いけるかなみたいな、これやっとく、やっとかないみたいな。いや、はい、行きます。じゃじゃん。はい、やだもうちょっと見せて。何の話、知らないですよ、本当に。わー、恥ずかしい。じゃあ私がまた言いますよ。兵庫県サトシさん、サトシさん28歳。突然なのですが、私の息子は皮をかぶっています。かっこ申請ではありません。世間的には7割の男性の息子が皮をかぶっているらしいのですが、どうにも格好がつきません。そこで水瀬さんとフェアリーさんにお聞きしたいのですが、女性目線で皮をかぶっている息子をお持ちの男性はお持ちどう思いますか？PS、 私は大体16センチくらいです。これ何なんですか？いや、測ったことないから16センチとか知らないですけど、狙ってますね、これ。完全スタッフ完全もう嫌い。これ言わせようとしてるだけじゃないですか。もう私定額でもいいですよ本当にこんな質問ばっかだったらなん、しかもまあまあいらっしゃるんですよ、男性比率。そう、男性しかいないですから。男性が多いんですよ。本当ですよ。見てる、ね、ご覧になってる方がそんな前でですよ、ね、前回はまあ初めてだったんで、そんないなかったからまあ言えましたけど、まあまあ、誰もいなかったか。恥ずかしいですよ、この。でもこれは真剣な悩みだと思いますよ。なるほどね。だから皮をかぶってる人とか見たことないんで、本当に。そんなことないでしょ。だって日本人の、これ世間的にはってなってるんですけど、日本人の7割の話なんで。皮ってどういうことですか？皮かぶるって言うか分かんないですよ、あんまり。絶対に見たことあると思うよ。いや、ないんですか。通常時見たことあるでしょ通常時見たことないわけないよ通常時はね、7割の人は かぶってますから、もう別にそんな普通じゃないですか。何が、え、通常だから申請じゃなければ問題はないので、別に気にすることはないと思いますけどね、私は。何の問題もないじゃないですかね、はい、病気になるわけでもないし、はい、どっちかっていうとみたいなのがないですか。もうそのいわゆるその家庭崩壊。はい、私皮をかぶってる人見たことないです、やっぱり。だからかぶってるんだって、ちょっとはたぶん、だからその状態を見てないだけでしょ聞こうとしました。カメラ設置しましたもん。カメラこっち来ました。どうぞ。絶対あの質問でしようとしますよ。どうぞ何人くらい来ました来ました何人経験人数聞くんですか？ガチで、私ガチでですよ。3人です。嘘でしょ。本当です。すごい可愛いこと言ってるよ。私絶対答えらんないわこれえ、水瀬さんは何？もう絶対そんな、え、10人います。桁が違うから答えられます。これはいけます？いけない、いけない。え、何、いけない。何が超えてるってことでしょ当たり前じゃない年が違うんだからえ、じゃあちなみに23の時は10歳以上上ですよ。じゃあ23の時は、23の時もそれは10は絶対超えてると思う。じゃあもっとやった方がいいですかね。いやいや、そうそういうわけでもないと思いますけど、はい、いや一応3人ぐらいにしとこうかなと思って。あ、可愛いもんね、3人とかね、はい、嘘ですよこれ、絶対嘘絶対嘘ですからね。いや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 、はい3人中3人がか、かぶってなかったってこと？ずる、ずる向けずる向けって、もういやもういや。あ、はい、そうか、それが本当だった、真実だった、3人だとしたら確かに見たことないかもしれない。おうおう、だってこの3割がかぶってないんだから。ちなみに本当も5人ぐらいですよなんだよ、増えてんじゃん5人ぐらい、5人ぐらいって何ですか？10はいってないです。7人ぐらいですか？多分この感じ7、8人です多分。いや、いってないし、いってない。10もいってないし、 5ぐらいで収まったんですよ。10もいってない、8人ぐらいですか多分、ね、はい、ないんですよ本当に。でも全然これ悩む必要な、ないと思いますけどね。そんな知らないですけど、たくさん見てますけど皆さんの方が これは豊富なんで。それはだって年齢の数ほ どそれはそうそうそう、しょうがないです。それは別にその大事な時にかぶってなければ別にどうでもいいんじゃないのね。はい、だと思います。申請ではありません。なんだから別にこれ普通ですよ。はい、どう思いますかって言われても
7割そうなんだったら普通なんですよ、まあ、確かに7割そうって自分で気づいてるんであれば別にその最後の、ね、30% にならない。ここだけ意味が分かんないですけどね。PS 私はだいたい16センチぐらいですっていうのもそれがよく分かんない。そのどの時の16センチ最初通常の16センチなのか。16センチってどのぐらいですか。こんなぐらい通常で16は化け物でしょう。え、通常のえ、16センチってどのぐらいですか。外人とかそんな感じじゃない。このぐらいですか。もうちょっとあるんじゃないの。このぐらい。あ、全然普通じゃない別に。このぐらいです。外人ってそんな感じじゃない。私外人とは経験はしたことない。はい、そうですよね。ちなみにちょっと話変わるんですけど、はい、その経験豊富な皆さんはそのいわゆる申請方形見たことない。ないんですよ。申請は見たことないんですマジで。ちょっと一回見てみたいんだけど見たことない。聞いたことしかない。一回見てみたいらしいですけど一回見てみたいけど見たこと、ね、どういうことなのかって申請ってどういうことですか。もう小学生の男の子みたいな状態ってことでしょ。わかんないです。見たことない。後でググってみます。じゃあじゃあ後で新幹線の中で2人で、はい、ググってちょっと見てみる。申請ググってみこれですかとか言い出すでしょ。でかい声で、ね、でかい声で、ね、これが申請ですかとか言って